気持ち悪いじゃねえよ。なんでだよ。なめんじゃねえよ。撮影中に電話してくるんじゃねえって、バッキョロメ。おはようございます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 。皆さん、まあ、午前中の動画も1本あるんで、またそっちでも見てくれるとありがたいんですけど、親方くん、有名 TikToker さん、どうも、はい、小学生と目合っただけで防犯ブザー鳴らされたことあります親方くんです。で、まあ、今日は、まあ、普段だったらね、あの昼飯とか、まあ、お店入ってもいいなと思ったんですけど、やっぱ職人といえばやっぱコンビニ弁当、はい、ってことで、まあ、数字も伸びるし、コンビニ弁当食うって何ですか、数字も伸びるし、コンビニ弁当食べながら、まあ、ちょっといろいろ話聞けたらなと思います。はい、よろしくします。お願いします。いただきます。さすが。いただきます。いただきます。いただきます。でも本当に職人やってたんですよね。そうですね、はい。何年ぐらいやったんですか。3年強とかですかね。3年強、はい、4年前ぐらいですね。はい、その時のあれですか、その親方とか上司のあれを、あれのあるあるっていうか、そうですね、当時の現場の あとは地元の先輩とかの、はい、生きてる人たちを、生きてる人たちを真似て普通に俺あれだもんな、職人だと思ってたもんな。あ、それ芸能人とか知らなかった。はい、こいつ気持ち悪いなぁと思って。こいつ気持ち悪い。気持ち悪いなぁ。バッキャロな。出た。生。これ視聴者嬉しいんじゃない、これ60秒とかで言うんじゃなくて、いくらでもやりますよ。バッキャロは。でもほとんどはもう今 TikTok が仕事メインか。仕事っていうか、あれ仕事ってはやってないんで、うん、まあ知名度というか、あとは、あ、そうか、まあ、皆さんにそのやっぱこう暇な時見てもらって、はい、笑顔を共有できたらいいかなっていう、そういう思いだけでやってるんで。ここカットっすよ。なんでだ。いいとこ全部カット。いいとこ全部カット。うちのチャンネルいいとこ全部カットっすよ。あ、お気に来たなと思ってパッとお気に来たな今。で、逆に TikTok とかだと逆に60秒とかそうなると難しいですよね。いや俺全然そっちの方が楽っすよ。 YouTube とかできないんですよ。逆に、はい、でも全然喋れるじゃないですか、今日一日終わって本当に普通に喋れるじゃないですか。当たり前なめんじゃねえよ。あ、そうだよ。で、周りがもう本当職人さんばっかなんで、知り合いが、あ、言ってましたよね。でも全然芸人と飲むより今職人さんと飲む方が多いっすね。あ、でそれでまたネタをいろんな話聞いたりとかで、ネタに、そうですね。 あと職人さん結構言ってくるじゃないですか、お前つまんない、こういうのはやれよとか。あ、言ってくるんだ。言ってきて、もっとこうでしょとか、本番もんはちげえ、お前バッタもんだよとか言ってくるんで、教えてくださいっつって、うん、教えてもらったらめちゃくちゃつまんないのとか全然やるんすか。いや、それはやんないと、まあ、俺教えたのんでよみたいな。いや、ちょっとまだ、これ動画上がっちゃいますよ、これすいませんって。あ、俺ならみたいなやつ、ほらなんか食べながら喋るってむずいっすね。あ、そうですね。ああ、普段仕事やってるもんね、もうそっちがもうプロだったからな。やっぱ親に言われてるんで、あの、あ、食べながら喋るなって。いや、知ってます、今学校の教育って食いながら喋りなさいって言ってます。小学校、小学校、そうでしょ、今の、そうでしょ。いや、ぶん殴られてましたよ先生、それ喋りながら。そうでしょ、バッキャーですね。バッキャー先生バッキャー先生いないんだろ。いや、いました、いました、本当に。だって、いくつですか。僕、29歳です。29の代だったら、はい、そんなワンパンな先生ちょっと持ってますわ。いや、言いました、言いました、本当に、ね、黄色の上下なんか。お前らが大体これじゃねえよ。そう、先生黄色いやつだった。先生黄色いやつって、バカよ。バカやろ、先生。質問していいですか。ダメです。あ、じゃあ、やめろ。うんだよ。ちょうだい、ちょうだい。本業って本当に何やってる。芸人です。本当の芸人、プロの芸人。へぇ、テレビ出ないですか。一部どんなんやろ。出たいよ。めちゃくちゃ出たい。たまに出てるんですか、東京とかって。たまに出て、むちゃくちゃ滑り倒して。あ、マジっすか。帰ってますね。あー、で、やっぱそれはやっぱこういう TikTok だと自分が見てるとか、そのターゲットが違うってことですか。そうっすね、やっぱ女の子わかんないですもんね。
ラッダフェムってやってもなんかおんって感じじゃないですか。柄が悪い感じのずっと孫ですもんね。みんな笑う、職員をみんな笑うときずっと孫で、なんか愛想笑いってあるからさ、隣で笑っといてもね、やっぱゆっくりないでゆっくり喋りたいですもんね。あー、これバーッやっぱ一個気にしちゃうじゃないですか、あカメラ、あスイッチ入れるとやっぱ俺結構喋んないんで、もともとあ、そうですか、うん、はい、俺全然喋んないんで、めちゃくちゃ喋んない。おい、喋れよ俺より喋んねえってなんだよなんだこれは、これは肘ついてよ。おい、ふざくったしいな、ふざくったしいな、びっくりしたー、こうやって見たこんなんだよ、こうやってやったらなんで作業着はトライチなんですか。職人って言ったらやっぱトライチなんで、関東ですね関東、はい、関東美じゃないですか。あー、なるほどね、関東飛びっていう作業着が、いや、ありますよね。あります、あります、博多飛びとか、あの地域によっての。でも関東のやつはみんなトライチなんですか。俺の先輩もみんなトライチですね。で、中学校の時とかに先輩が作業着で遊び来るじゃん、中学校、うん、もうそれがかっこよくて。あ、でも埼玉ってやっぱ卒業式とか、え、成人式とかなんかめちゃ荒れてる。沖縄と埼玉と、埼玉って感じだよな。あと埼玉、茨城とかが なんかその辺がそういう感じじゃないですか。成人式なんか荒れとるっていう感じで、ね、全然イメージないですね。あ、マジですか。だって俺もあの、まあ、酒飲むじゃないですか。はい。で、こうパーッつって舞台上がろうぜとか誰かと言ってんすけど、結局みんな萎縮して誰も上がんないで、普通に成人式終わってましたよ。バッキャローって言うんですか。バッキャローなかった開発されなかった、全然なかった。これはあったんすか。あ、行くぞ、舞台で行くぞ、行くぞみたいな。もう昔からこれなんですか。昔からこれっすね。髪は出すか。なんてねえだろ。昔おしゃれしてたよ、モテなくて。昔は、今じゃモテてないってことっすね。でも今の方がモテるんだよ、お前。あ、でも、僕、女子から言われるのは、はい、大体あのシングルマザーか入れ墨がっつり入ってくる。あ、女子がコメントですごい好きでとか。誰か会ったことってあります。ナイス、大丈夫です。ナイス、会ったことあるらしいっすね。ってんだろ。こいつめちゃめちゃ会ってますからね。あ、どうこれどんぐらいなのかどうかが、お前からカット入るかどうか知らんけど、それましょうね。何回やってますからね。何回してやってんじゃねえか。前でも最低でもフォロワー2回やったの知っても1っていうのはもう嘘だよね。フォロワー2回っす。いや、今問題やってるじゃん、あなた最初バッキューロー。もう俺にも腕が甘い。腕が甘いバッキュー。あ、後ろだ。バッキューロー。バッキューロー。ちょっと強い、こうじゃない。はい、カニ食べこうじゃないんだから。カニ食べこう。こうゆっくりね。はい、ちなみに僕同級生だとやらなくて、この動画の中であれですけど、めちゃ仲いい同級生が親方君大ファンなんですよ、はい、で今ちょうどテレビ電話じゃなくて、あの、まあ、電話かけてたんで、はいはい、テレビ電話かけてもいいですか。全然全然いいですか。テレビ、おはようございます。おはようございます。おい、てめえ撮影中に電話してくんじゃねえってバッキャロー、おめえバタカクで一発あるぞ。え、でもちょっと似てません、僕と。いや、似てるんですよ、似てるんですよ、似てるらしいですよ。めっちゃ似てますよ。あ、すいません、こっちで今似てるって盛り上がってて全然声聞こえなかった、すいません。ちなみにこれ顔、こうやってカメラに撮っていい。これやってるじゃないか、カメラに映るってことじゃない。息子に怒られる。バッキャロー。じゃあまた夜ね。お願いします。失礼します。もともとやってた職人の業種って何なんですか。僕、総合建築ですね。総合建築、土木系の。で、あ、で、ユーモとかなるとか。そうですね、はい。あ、違うか、ユニックか。ユニック、あ、でも免許は持ってますね。ユニックも出して、はい、まあ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 、ごめんなさい、遮っちゃいましたね。いや、やめて。遮っちゃうじゃん、ごめんなさい、遮っちゃうじゃん。その手の方が失礼だね。ごめんなさい、遮っちゃうじゃん。天然ですもんね。あ、やっぱ思うんだ。言われるけど、全然自覚ないです。それが多分マジの天然とか言うのが。じゃあ、締めてやっていいですか。いいよ、閉めてって。
いいの？いや、そのキプチョ。いいの、簡単。やってほしいネタは一個。おぉ、何ですか？おぉ、来たよ。虫嫌いの仕組みってわかります？いや、俺のネタだから俺がわかる。わかるっすか？わかりますよ。わかる。でもあれ、相づきないぞ、あれだから。相づきできる、相づきできる。俺なんじゃないの？どうか。シャドウやって、これ虫ついてますね。そうそうそう。へーでしょ。へーって感じで。あれはね、めっちゃ好きなの。ちょっとね、今日前にやれんだそれ。はい、もちょっと今説明しちゃってからやるってはずいんで。はずいっすよね。じゃあ、生きった職人シリーズで。はい。昔、やんちゃしてた感すげー出してくる、はい、職人。はい。はい。ちょ、来てみ、来てみ。この細い道なんだろ。あ、これ覚えていった方がいいよ。なんだかって。お前これや、単車でお前パトカーから逃げてるとき、こう単車で入ってみる、はい、パトカー入ってこれないかな。はい、じゃあ今日親方君に来ていただいて、はい、昼飯ちょっと、コンビニ飯、面白いです。いや、とんでもないです。全然全然やっぱありがとうございます。栄養バランス一番いいんで、コンビニ飯。逆じゃない？逆でしょ。何言ってんだよ、何言ってんだよ。芸人ってみんなバカだよ。わかんない。パラリアン。パラリアン。パラリアン。ということで、まあ、午後からまたちょっと面白い動画、またみんなで。もう今日本当に昼から見たでしょ、撮影用にみんな見てくれたんで、ちょっと面白い動画また撮りますんで。いいえ。まあ、YouTube もやってますね。まあ、もちろん皆さん TikTok、インスタは有名なの知ってると思うんですけど、まあ、今 YouTube もまだ今アーカイブ程度でしかやってないけど、そうですね、今後ちょっと力入れていこうって言ってるみたいなんで、はい、言ってるみたいなのはあるんですけど、はい、言ってたんで、ぜひチャンネル登録して、ありがとうございます。またフォロワーも増えたら やろうかなって気になりますもんね。もちろんそうですね。なんで皆さんのおかげで、はい、ぜひチャンネル登録といいねお願いします。お願いします。あとちょっと皆さん、求人道場、建設業専門で検索すると、マッチングで、建設会社さん今200社ぐらい登録してますんで、ぜひ求人道場建設業専門を検索して、また求人見てください。よろしくお願いします。うーん、また見てー、また見てね。ポプロパラリだぜー。パラリだー。パラリだ。お前らもやれよ。はい、くれよ。お前一人であそこに立ってやれるから、ハート見ろよ。プロだよな。しかも、アベーだよ、ね。アベー、始めましたよ、今日の前ね。あれやれ、俺。やっぱ、見とっても、プロだよね。なりきりがすごいですね。なりきりがすごい。なりきりって言われたら恥ずかしいですけど。